5時から男の必勝法とは、普段は仕事で夕方からしか打てないなんて人のために、その時間帯からこその旨味を生かした立ち回りを、高設定、チャンスゾーン、潜伏という3つのキーワードを軸に実践検証して紹介していく番組です。パターンホワイト、ほら来いよ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 、よっしゃよっしゃよっしゃ、近所迷惑近所迷惑、高橋を2回転、やっとやっとスーパーピック、よかった。一応今ベル100回揃ったんですけど、まあ大体ベル100回とか1000ゲームとかがまあ基本500カウントの区切りかなと思ってるんですけど、僕は今んとこ